皆さんどうもこんにちは、忍者ラララダイダラです。さて今日なんですけど、今時バトル現在開催中ですよね。昨日と今日と明日の昼ぐらいまでのね、3日間開催の短いやつですので、皆さん忘れないようにやりましょう。さて、その今時バトルでランダム抽選でもらえるアイテムがあるんですよ。それがこちらです。くれない、これなんですけどね、まだ僕ゲットできてないんですよ。抽選でゲットできるので、今日はねもらえるまでなんとかやってみたいと思います。それでは行きましょう。さあ改めましてね、今時バトルのルール説明です。ビーストから逃げ続けてスコアを1位目指そうです。鬼から逃げて、逃げてる間にどんどんポイントが加算されていきます。で、逃げてる間にエモーションでね、エモートをずっと続けているとさらにボーナスポイントって形ですね。で、どんどんスコアを貯めて上位を目指そう、やってみましょう。まあでもぶっちゃけ、そのなんだろうね、1位とか2位とか取らなくても、さっきのねアイテム、アバターのアイテムのね紅マスクはもらえるので、まあ、気にせず参加していいと思います。 だけどやっぱ勝った方がね、アシストコードだったりとか、忍者メダルとかの経験値とかの、報酬が美味しくなるので、なるべく上位は目指しましょうって形です。さあやろうか、ビースト襲来で戦いましょう。さあ俺は鬼じゃないこと祈る。よしよしよし、俺じゃない。これ初動にね、鬼だったらプラス300点スタートなんですけど、これぶっちゃけあんま美味しくないと僕思ってますので、初動は最初はね、こんな風に、だっていきなり捕まったんだけど、ちょっと待って、やめろよ、いきなり鬼じゃん。ちょっと待って、これマジ美味しくない、マジ美味しくない。これそして300点が俺にくれ誰かね、えどりゃーお前だーガン逃げ殺法だこれが。よし、さて、間違った、これで新しいエモート横に寝っ転がるで隠れてる、これ隠れてる、ダメダメダメだ、これ逃げよバレちゃったな、ほんと暇だな、誰か来ないかな、いや来ても困るんだけどな、来た、おいよし。さて鬼からはね、こうやってテクニックで逃げていくっていうのが多分いいと思います。よいしょ、うまいことね、やっぱこのよいしょ逃げたら普通に逃げられるのでね、テクニカルな感じで逃げていきましょう。こんな感じでね、逃げたら反対側に行くとか、ちょっと待って、やめて、よしめっちゃ追っかけてくんじゃん俺のこといやまあいいけどさ、大丈夫、もう俺を追うのはやめとけよ。よし、こっち鬼めっちゃいたよな、さっき。さあどうだ、今回は来るかな、めっちゃ来てる、あ、向こう側行ってる、鬼向こうにいたよ、向こう行ってる、向こう行ってる、よしよしよし、いいぞ、あ、こっち来てる、来てない、向こうせい、向こう来そう、絶対来る、あいつは来る、あいつは来るから、来ないの、いや、来ないんかい、来いよ、来いよ、俺のとこ、姿見えねえからかな、寝転がってるから、え、この横に寝転がるって強くね、でも名前出るんだけどな、ビーストになってる時は、他のプレイヤーの。さあ、2位まで上がりましたね、これで。来た。あ、来てない。来た。いや、来てない。来ない。誰も来ねえじゃん、ここ。よし。さあ、逃げましょうか。忍者トルネードしたとこで何もないんですけどね。よいしょ。めっちゃなんか、俺もないとこ、ここで。一緒に泣こうぜ。ねえ。一緒に泣こう、みんなで。めっちゃ妨害するやん、あいつ逃げようよし、バキューン、これズキューンだったら途中で終わっちゃうんだよね、これ。よし、とりあえずまたないとこ、ここで。さて誰か来るかな、誰も来ないかな。さあ残り十数秒、4000点まで溜まってきました。これ逆転は多分難しいと思うんですけど、割と4000点超えなのでいい点数じゃないでしょうか。初動がダメだったもんな俺。さあフィニッシュ、上出来、よしということで4500点でした。いや、ソニックかっけえ、俺1位取りたいな、ソニックで。くっそー、でもやっぱ見て、やっぱアシストコード今回にプラス5ってもらえるんですよ。これがバカみたいにうまいですよね。今回ももらえずってです。さあもっとやりましょうか、ビーストバトル、ビースト襲来、誰が鬼だ、俺っぽい、あー俺だー、お前ら全員ぶっ潰してやるからな、覚えとけ。よし、さあ僕はうれー、即1本300点、ごちそうさまですね。これはないとこ、
さひたすらこれで抱き続けてやるぜ。いや初動完璧ではないですか今の。鬼からスタートで一瞬で鬼を押し付けてってやつ。ちょっと今回はね積極的に1位取りに行きましょう。泣き続けてます僕。涙の数だけ強くなれるさ。ダイダレです。暇だな右見て左見て泣いてを繰り返す。来たー逃げろー鬼が来たら即逃げろ。ダイダレです。よしほい。鬼が来たら即、あ、鬼が俺を見送りましたね、これは。ね。あ、また横根っこ転がっとこう。来た来た鬼来た鬼来た逃げろ鬼が来たら即逃げる。ねえ、よいしょ。ガムダッシュするよりもね、あの、鬼とやるときは回避した方がいいわ。お、また1位なれたな、これ。いいね、3000点超えですね。さあ、ここで暇な時間を過ごしましょう。余生を過ごそう。サムネにすげえ使えそうな感じじゃないこれ。ほら、ソニックっぽいよ、これ。かっけえ。やばい逃げろ鬼が来た。鬼反則、兄反則。よし、もう一回今度。へいへい、間違えた間違えた。よし、横にやる。ちょっと疲れたから、決めポーズ疲れたから。これオフの、オフのソニーこれ5000点超えそう。見て歴代最高ポイントだよこれ。いいね、暇だね歴代最高ポイントなのはいいんですけど暇ですね。さすがにすごいポイント増えていく。見てめっちゃ、ね、長いことこれしててフィニッシュ。たっけ5790ポイントだって。これ頑張れば6000いきそうだね本当。あ、5800だ。いたっか。ウェイ大勝利。あ、ソニックがもう一人いるじゃん。俺と同じ顔やし、トッピルゲンガーかおめえはこれなんかメダルの量も結構おいしくない？地味に。あ、今回ももらえないんだね。デデドン。さあそろそろ当たってほしいな。当たらない？来い。あれ当たってないな。これさあもらえるか。もらえない。いつくれるの？頼む。ガチャの結果は当たってない。これいつ出るんですか1時間以上やってる気がする。今思った以上に出ないぞこれ。さあまた人数少ない。あ、8人いるか。よし、あれ鬼2、3いたけどな。どうなんだろう。よし逃げましょう。さあとりあえず最初はここの4つのポイントを回収してで逃げるね。完璧ですねここまでは。よし、さあひたすら逃げましょう。最初は追っかけてきてるかな。追っかけてきてるっぽいな。よし、さあこのまま。やべ。よし、さあ気にせず行きましょう。ひたすらポイントキーの玉を回収する男。ダイダラ鬼から逃げれるんだったら別にこっちルートでさ、このキーの玉回収ムーブで一生いてもいいんじゃないかな。今回ちょっとやってみようかそれ。キーの玉を一生回収し続ける男ダイダラみたいな。中央また復活してるじゃん。4つもらいましょう。よし、さあ中央4回収して、さあドアンテですね。全然エモートせずにでもいける気はしてるけど、どうだろう。よし回収して金のいくらみんな全然ないって怒ってるかもしんねえ。俺が全部取ってくからなこれ。よし、なんかエモートで放置してなんか適当に過ごすよりは絶対こっちの方が面白いと思うわ。こっちのルートの方が。金のイクラを無限回収編ね。よし、全回収ルート来てます。出てない、出てない。あー出てた、今出てきた出てきた。やばいやばい、最後の最後に下った。よし、さあどうです皆さん。うわー最後に飛ばされた。6700やべえぞこの点数6700やべえ。最強ムーブできたな、ついに最強ムーブ。これ多分誰にも負けねえムーブだと思うこれ。さあ出るのかそろそろ。いやここまでもう極めてからもうそろそろくれてもいいじゃないですか。ダメ。さあこの次の画面来ない。ここでね出るらしいよ。
さて、また勝ったけど、もう1位はド安定になってきたんだけどね。でもね、運がないからね、俺。来た！ちょっと一瞬固まっちゃった。忍者マスク、くれない。やっとゲットだ！ガチで嬉しい。ちょっとね、キヨ。まあ、所要時間はね、だいたい2時間ぐらいでしょうかね。結構かかりましたね。はい。というわけで、忍者マスクくれない。この前あったね、忍者マスク極みってあったんですけど、前回のなんだっけこれ、バトルパスでもらえたやつかなの、色違いで模様違いって感じかな。ね。なかなかかっこいいですね。赤色っていうのがいいよね。なんか髪の色と合ってるから、これなんか、うまくやれば忍者感、より忍者感が増すコーデとかも、なんか、できるのかもしれません。なんかいいのないかな。とりあえずかっこいい忍者っぽい服にしとこうか。意外とでも見て顔がごっついんだよねこれ。相当ごつくなっちゃうよね。まあ、赤でいたナックルズのスタイルもなんか可愛いからこれにしとこう。ナックルズウェアと頭変えてもいいなこれだったら。おいしい。なんかコスプレみたいだった。忍者マスク極み。ねえ、極みじゃ忍者マスクくれない皆さんね。今、この今時バトルで、低確率。めっちゃ低確率だと思います。で、ゲットできますので、ぜひとも狙ってみてください。勝ち筋はね、後半の方やってたね、忍びエナジー玉を取るムーブがね、マジ強いと思いますので。ただ、めっちゃ取ってる人がいたらね、エモートとかで、ね、臨機応変にやってみてください。それでは終わりましょう。ご視聴いただきましてありがとうございました。で、今時バトル結構ね、報酬が美味しい上に、このアバターももらえるので、ぜひとも期間中はいっぱい遊んでみてください。チャンネル登録しない方はチャンネル登録や高評価もよろしく。またね、アッパよ。